fire! こんばんは、お疲れ様です。こんな組み合わせを配信の直後から流していいのかというのがあれだったので、お僕の5機でニアホンダに勝てないんですよ。負けないよ、本気を出した出すか、これは。いやー変だが、おっ開幕キャッチャーあれにやられたんですよね、この間起き上がりに恐竜と竜巻はちょっと離れたままいたんで、遅らせるつきに全負けして、あ、そうなんだって感じですね。もう一回ホンダに限ったことなんですけども、残空と白熱だけやるより、うちの森尾みたいな戦い方した方が全然きついと。うーわ、確定ないよね。あ、フォーチューヒットだったら確定しますかね。何したくないっすよ、ハイパーで来てから、これですね、これをね、ずさあ、いや、さすがに鬼武装ですからね。さあ、ニヤニヤといういつもの絵ですね。残空と波動と竜巻と大圧だけで全然勝てると思います。バックジャンプジャックキックの強さのことは DJ のジャンプジャックさんと同じだけ強いという話を聞いて、これはありえます。まあ、今日はですね、ニーアさん持ち込みルールでやります。簡単なルールです。体力ゲージのところに何か置いて、スマホゲージが見えない場所まで関係ないキャラいるんですよね。
あ問題ではありません、ね、体力ゲージだと一番いいですね。熱いぞ、やっちゃいます体力ゲージ見えないとしますよ相当熱いですね。そこにあのペタッとマスキングすることになりますよ。
はい、さあこんばんは、本日のルールは決まっております。まあね、この画面だと分かんないですけどね、カメラ持ってくか。はい、今体力ゲージの上よく見てください。あそこが隠れております。体力ゲージと、スパコンゲージ、プレイヤーには見えておりません。こうやって戦った時どうなるか、今日はそんな感じで大会行こうと思います。エスキャラ有利説がちょっと出てますけど、よくわかんないです。このキャラが有利、削れるかな。残り体力次第では時々ガードできるかどうかわからんと。たまったら分かるのはまあある程度しょうがないです。というわけで、シングル2キャラ1キャラ仕様でダブルイルミにしましょうか。トーナメント、まあそれでも結構早めだと思いますけども、シングル、それでは、エントリーは取ってますので、皆さんキャラどうします？キャラ、メインキャラ、メインキャラじゃない人言ってください。キャラで帰っちゃったんで、メインキャラじゃない人は今のうちに僕に言ってください。いいでしょうか。さあこのまま作っちゃいますよ。
はい、じゃあ締め切りまーす。はい、全出席。シャッフル連打しますのでストップって言ってください。シャッフル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 、スタート。もっけから、はい、じゃあ決まったのでこれを貼っ付けます。はい、トーナメントはこうなりました。いいですか、皆さんルール聞いてくださいね。今日はシングル戦で1から仕様のダブルイリミネーション形式なので1回復活ありです。1回死んでもまだ諦めないでください。はい、ですが、ですが今日は画面に謎のシールが貼られていて体力ゲージとスタコンゲージが見えません。はい、こういうことはどういうことなんですか。やりづらすぎるただやりづらすぎる、やりづらいだけだから、ま、どこで待つかが分かんないですよね。そうです、斜め上見ながらやれる人はやってみてください。多分無理。いやでも届かないですよね、多分あの位置で。真横すぎて見えないんじゃないですかね。いやでもこれだって 1P 側と 2P が逆なんでなおさら見づらいですよね、上のやつが。あ、そうですね、遠いからね。だから瀬尾くんが来た。見えないんじゃないかな。瀬尾くんはじゃあ僕の代わりに出てください。はい、じゃあ鈴鹿さんです。瀬尾さん、2回戦って書いてあるところ瀬尾くんです。これね、瀬尾さん、チュンリーすか。リュウ、チュンリー、バイソン、チュンリー、チュンリーです。はい、じゃあ、配信台この試合ラストにしてください。始めますよ。テストモード入ってください。テストモードから抜けられるかどうかもまだちょっとね。これでも、あ、ダメか。できたら、あっちも隠したいぐらいですよね。すげえ疑心暗鬼だ。さあ今日はですね KKY さんが来ております。はい、マージャンですか。いや仕事できて、まあ、マージャンやる流れなんじゃないですか。 OK、 はい、1回戦これ上が 1P 下が 2P でいきましょう。はい、ヒデ対ニーヤ1回戦です。はい、捨ててください。 X ゲーマーズさん、こんばんは。マジか。ちょっとじゃあ、もう一回この画面を映していきますね。はい、ちょっと配信台の画面がね、やった感じで思ったより早く死ぬダブルイリミか。スタートボタン押してみてください。あ、ちょうど体力とスパコンのところに、お、そんなことができるんだ。今説明しているところこんな感じで体力ゲージとスパコンゲージが見えません。いや超やりづらいと思うんだけど何これ、これはやばいな。これやばいですね。まあそんな感じで今日は行きますので、頼るものがないですよね、これ。はい、じゃあデヒ入っちゃっていいんじゃない。今このカメラしか映ってないからアピールするなら、はい、はいよもういきなりやりづらいですね、はいさあそれでは、10月の3連日スパツ X 謎イベント、はい、始めていきましょう。さあ体力が関係ないキャラがいるとはいえ自分の体力どこまで払っていいんだってのがありますからね。そうですよね。さあ本人たちはゲージが見えておりません。
いやでもこれ新谷さん有利なユルールですよね多分どうなんかしら。いや絶対松川の方が嫌だと思うんで。そうかな、削れないからきつい。確かに、いやどうすんだろうこれ。 KKY さんとグリグラさん次用意しておいてください。バックジャンプ、おヒデがわからん突然試合が終わるとピヨってもう殺せなかった時、あれどんどん、おーなんだ今、ケズキコ、お、テンション出すかが、いつゲージ溜まったの見えてる。あ、わかんないですよね。わかんないですよ。うー、言ってくる。お、言って思い出す。さあ、誰の、これはやりすぎだ。そうっすね、仕込んでますよね。まあ、それで死ぬかどうかは、まあ、本人たち分かってないので。どうなんですかね。いや、弾何回打って溜まるとか分かんないですよ、俺。分かんない。覚えてないです。まあ、DJ 多いですからね。おー、ピヨった。ピヨっちゃう。お、やるわ。ヒデが勝って、じゃあ次、KKY1P、2P、グリグラ。普通にダルシム・フェイロンですか。ですね。緑です。あ、カナダカップを受賞マッツンします。優勝ですよね。完全に優勝したんだ。2日とも優勝とも、はい、チーム戦、個人戦。ホンダ2人といって S リュート組んで優勝しましたよどうなってんすかねそれ昨日ですよね、多分昨日ですね。いやでもそれもそうだけど、正月さんとクックスモンさんが当たっちゃうのもなんかかわいそうですけどねそうですね。さあ今どういう状況なんだ。死んだなんだこれ。グリグラさん今支援客当てて死んで、おお、すごいびっくりしてました。本当にこの体力なら、あレッカー入って、おいいくぐりただの、さあ分からない。お、ドリル、ドリル逆転している。レッグだろ、ただのこれはいつ死ぬんだ、いつ死ぬんだ。新客もやがるすげえやりづらそういけそうでしたねあ、ユーズル対歌舞伎くん。ユーズル 1P、 歌舞伎くん 2P。 バイソン覗き込むのありだけど、できんの覗き込み OK。 なんかその隠されたことをとりあえず見ようとして、これ見えたらすごいね。あ、違う違う、テイテイマンさんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ユーズルさんが 1P で DJ、 カブキくんがバイソンで 2P。 まあこれね、最攻撃力の高いキャラを相手にしてると本当怖いと思う、はい、あ、確かに火力がどこら辺までいってるのかが読めないっていう、ね、確かに。さあこれは中弱、特に根性値がどの辺でかかり始めるとかっていうのも、あ、確かに全然感覚がつかめないと思うんで。逆になんかそのすぐそれが通っちゃうよみたいな、そういうのもありますよね。じゃあ取っていってる間にユーズルさんは1本取ってますが、さあ普段当てているダメージ量をしっかり確認できているかを試される場面でもありますね。ランダム値が高いからね。まあそうですね、確かに無理でしょですかねさあエアスラーめくってヘッド、こっからカメチ君が、おお、単発でここまでワンセット。ゲン、あ、ダイヤスから、おー、やる。あー、お互い分かってないが、待っているのは DJ。 あー、くさー、
チュンリーとペコさんは S バイソン、 S バイソン、タンパタメゾウですね。さあこのルールでこのルールで S バイソンとは夢がありすぎな感がありますか。いやー確かにファイナルとかいた瞬間にバチンっていって死ぬ場合が見えますからね。いやそこまで持っていけるかどうか。確かにチュンリーはかなりバイソンだとしんどいと思います。そうですね、特に草さんはバイソン戦かなりやってるはずだと思うので。あ、草くんは早めに勝負をつけに来た方がいいのか。しかしあえて試させてる感じ。そうですね、別に試させても構わねえよっていう感じの。さあいつ来る。先日は溜まった気がするんで。溜まった気がする、気がするだけか。攻めないなんだこのやらせっぽいみたいな。おい真面目にやれまああれですよ、完全にブックですよこれ。大丈夫ですか筋書きちゃんとできてないと怒られるやつですよこれ。さあ食うぐらい。これはなでなで、もう一回。このインパが相当きつい。ああ、夢がなかった。今夢ありましたね、完全にファイナルでしたね。でもね、まあ、はい、3分の2ぐらいしか減らないから。そうですね、7割ですからね。他の技を当てないとどうしようもないという。確かに半分、ファイナル半分らしいっす。半分、まあ2発貯めればね。2発貯められますかね。両方で貯めればいける。あ、T と K で。あー、聞こえて。あ、うまい。引かしたところに投げて、チューチュー。あー、当たらず。今使いましたね。ただもう一回チャージ。今度は今 B と K 貯めてますよ。何も振ってません。さあなんとなくリードしてる気分でやってますか。はい、多分負けてるんじゃないですかね。あー、分かんなくなった。ペコ魂炸裂。これがあるから S バイソン壊す。さあチュンリーが押されてる気がするぞ。体力的にもどんな感じか。さあ、オア、オア。さあ、背中から、ナディ。今のはいい固め。さあ、ゲージは回収できたのか、草さん。この辺は、使い、普段の使い方で。そうっすね。ゲージはね、上方一定ですから。はい。わかるはず。はい。当たったらもう終わりますね。ファイナル、多分。おーっと、これは今のは、ワンか。まだ、持続するのも怖いんですが。あなんと勝ったのはペコ。突然突っ込んできた。あ、これやべ、押さないと。待って、これどうすんの。ちょっと待ってくださいね。ゆうずるさんが勝ったからまず5でしょ。5エンターで、パッペコさん方から8番エンター。はい、 OK です。じゃあ次はイロハさん対アベビンさん。え、アベビンさんいた。アベビンさんいるの。じゃあ次、じゃあ次飛ばしてカニバルさん対アベさん。ブランカガエル。カニバルさんが 1P ですね。はい、でアベさん 2P。 さあアベさんサブキャラでブランカも使うので。あ、来た来た。じゃあ来た先やりましょう。やりましょう。アベビンさん 2P です。アベビンさん 2P、 いきなり試合。イロハさん 1P です。 S ガエル対 X ホンダ。 あとゲージが見えなくなってるのは今日の大会の。ゲージ体力見えません今日。主要なんで。はい、今日主要です。多分アベビンさんはゲージも見てないと思うんで大丈夫ですじゃあけどアベビンさん今くジャグラーらしいです。テカる楽しみを隠して取っとこうみたいな、そんな感じですかねさあ体力ギリギリになった時の、はい、この凶暴が、はい、見物の戦いなんですが。そうですね。さあこれはおかん、これはさあこういうカードになるとホンダめっちゃきついと思うんですが。あ、体力見えないから。見えないから。はいはい、まあ、ガードできるのかっていうのも。確かに疑問ですよね。確かにそれはそうですね。どこまでガードしていいんだ俺みたいな。しかしこれは熟練プレイヤーなら読めてるはずか。しかししっかりと歩きガード。さあここは岡場刺さって、あ、ゆうち、あなんとお互いゼロドット同士で惜しい。見えてないからこそなんか
こっち見てるこっちの方がヒヤヒヤする。確かに見えてるこっちはドキドキしますね。さあ打ちまくる。あとやばい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 、うまくいらして、しかしさあ切ってどうだめくりには、あーこれはしょうがない。実は100点しかなかったアベビンさん、やりますね100点。さあカニバルさんとアデさん、アデさん個人的にその次の対戦が楽しみですね。鈴鹿さん対二回転さん、あ、瀬尾さん、さあやってきます。カニバルさん対阿部さん、上が 1P 下が 2P。 さあこのカードも、はい、さっきやりましたけど本当にきついっすね。そうっすね、どこまで削られてるのかを。さあ阿部さんブランカも使ってるので、しかしカニバルさん最近の強さは相当なもの。さあ噛んで、あっと電撃、癖の中足に思い切られましたね今、はい安倍中。さあなんか豆が光り合って、ほんとうまい具合に無体が当たるが、ここは噛まれて、ね、そうですね。さあカニバルさんが体力をちゃんと確認したワンラウンド終わって、これくらいの食らえる量なら大丈夫だと確認したところですかね。2ラウンド目はね補正もかかりますね。そうですね。さあここはサマー待って、はい、はい、さあうまい、前管理がうまいぞ。おーうまい、あれ見てからなわけないよね。さあ音が変わっていることだけはわかる、音が変わってるだけはわかるが、さあどれだけ体力あるんだ阿部中、阿部中ガードできるのか、そのソニックはガードできるのか、できるのか、そのあー暴れてしまった。削り殺せる自信があったんでしょうかわかりませんあったと、ね、あったと言ってます、はい、あったと言ってますが、ガードできました今のは。はい、ガードできました。多分 2,3 ドットくらいですよね今の前くらいだと。さあここは神神、おっと相打ち。さあここはスタブを2発ガード、歩いて、お互いどっちがリードしてると思いながらやってるのがすごい興味があります、ね、そうですね。でしかも今音変わったのが同時に食らったタイミングだったんで予定やりづらい。 あうまい、かした、今のはうまいはい、挙手してます、はい、あ見える、あまあまあまあそれは下は見えてもまあ OK、下は OK、 上が見えなきゃまあ OK、 下まるまでわかる、ね、溜まった時はいいんだよ、溜まった時はだってもうわかるもん、だってピカピカするから。さあ続いて鈴鹿さん対瀬尾さん、瀬尾さん、瀬尾さん、さあ根性値がダルシムはこれきついと思います正直、攻撃力がちょっとないんでね、あとどれだけ取って取られていけないかっていうのが分かりづらいです。なので圧倒して勝ちたいんですが、やってしまいました。あ、なんか狙ってた。さああとどれぐらいあるんだお互い。投げる、投げ、おお、今のは反撃がちょっと失敗して、さあガードは硬いが、さあチューチュー、あー勝った、今の下段っぽい、いやダルシム減らないから分かんないですよね。先月違ったら負けるんじゃないみたいな、危ない危ない、今の相当危ないコールでしたが
死なない、死なない。さあどっちが勝ってるんだ、どっちが勝ってるんだ。実はダルシムなんです。これでも今タイムオーバーを選んだ、お互いなかなか爆臭打ちですね。そうですね。まあ1本取ってるね、あの瀬尾さんはまだいいんですけど、鈴鹿さんは相当なかなか勇気があったと思います。はい。ああ、バカになった。さあどうなんだこれ。あー拾うか。さあ、それでは最後はタケチーさんとアオツンさん。あ、こっちだ。やばい。試合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 。アオツンさん、アオツンさん今日はリュウです。リュウです。これは両方ともまあまあゲージもいりますよね。そうですね。キャビンが下のゲージは見えるんでね、まだ頑張れば。まあ、そうですね。あの溜まった時のシャキンってやつが見えましたね、なんか今日改めてよく見たら。さあ、次が決まって、次が決まって、クーリさんも3回決まって、死にそうだが投げ、死なない。おお、ちゃんと分かっている。さすがにこれは削れるだろうと。今溜まってなくてスパイラルアールだったら面白いんですけどね。ありえますからね。中ボス、さあ、あ、見えてた。あ、葉っぱ。今のとかね、実は真空で削り格のとこなんですが、わかんないので打てないという。はい。投げて。お、死んだ。一度マリが死んだ。勝ったのはオツン。ではルーザーズですか。いや、そのままやっちゃうのか。はい。ヒデさんとグリグラさんですね。ヒデさんが 1P。 まあでもやっぱチュンリーがスパコン見えないのは結構嫌なんすかね。確かに。さあ普通に上から、さあ引っかかって逆曲げて、繋がってないですよ。ヒデさん繋がってないですよ今の。あー、ヒデ、おお、さあまた繋がってない。全然やばいことやってるよ。まだ生きてる。最後は飛んでしまった。いやー、スタナグリグラさん、次ユーズさんとペコさん。もうやばいんだよなこれ。あ、そうか、ごめんごめん。さあ、DJ対 S バイソン。マイクは阿部純さん。あ、こんばんは。ご無沙汰です。久しぶりです、ね、はい。これいきなり僕来たけど面白いですね。かなりね、
画面の前の皆さんにはちょっと伝わるが怪しいですが、やってる方は結構やる、すごいですよね。僕のさっき0とか200点とかそういう世界で、ね、さあ分かるうちに試合を決めてしまおうとしているゆずるさん、これは正しいと思います、ね、でも不安ですよね、本当に攻めてても守っても不安ですよね。なんかフランカ同キャラとかホンダ同キャラとか待ってるとやばいカードがこれに当たると相当面白いですよね、さあピヨってしかしそれでも死んでいる。これが勝ったのはどうですか。おーコナンだ、続いてが、アベビンさんとカニバルさんですね。アベビンさん試合です。僕こっちでいや、アベビンさん 1P。 さあこの勝負あれですよね、待ちきれないですよね。まあでも難しいですね。なんかゲージが溜まるキャラ相手だと待ちきるのはちょっと怖いかなっていうのはあります。いやこの勝負どうすんのかな、相打ちばっかりだと分かんないですよね。これは難しいですね。でもまあなんとなくリードしてるかどうかぐらいは分かると思うんで。分かるですかね。今もう分かんないですよね。そうするとやっぱブランカ行かざるを得ない。そうですよね。おしっかり対空しましたね。いきなりだった。まあ基本的にガラサが広がる方向になるのかね、そんな気がします。そうっすよね。お出る、が当たらない。で返される。ボッサン怪しい。さあああ痛い。音が変わった。おーさあジャンプショーキックから中足は全く繋がっていなかったんですが、なんか暴れちゃう。中中は、はい、中中までちゃんと繋げてからのヒットガキンロール見事です。さあしかしこれきつい。うまい、うまいがピオラないのがブランカのきついところ。お互い どんな感じだと思っているのか。さあ死んでしまう。なんだこれは、まさしくわからん殺しみたいな感じですねこれ。次が瀬尾さんと青つんさんですね。はい、こっち。さあ、破天荒さんが見てくれてるんですけど、お疲れ様です。あとはよくわからない。さあ、と言ってる間に試合が始まっていて、さあ、シンク見えてた、わかっていたかのようなシンク。やっぱ溜まった瞬間だけを頼りにしてたんですかね。いたんでしょうね今、はい、あ見てから。さあことごとく先に技が置いてある。あ出しちゃう、出ちゃう、出ちゃった。中国から、中国からガードできた。さあお互い体力が少ないので、あー勝ったのは青津。次は俺とニーヤーですか。いや違う、そうだ2の5ってなってるけど違うんだ。3の1が先なの。
全部やりますね、こっち全部やるんだ。じゃあ俺、グリグラさんと俺だな。ユースラン、はい、はじめまして、カニバルブランカです。マイクにはカニバルさんに来ていただきました。これゲージが見えないので、はい、いきなり突然ゲームが終わるんですよ。なんかなんかこう欲求不満が残る負け方というか。そうですね。ただ2ラウンド目以降は、体力が少なくなってくると曲が転調するので、あ、今自分は死にそうなんだなっていうことが分かる。それは分かるんですが、はい、残りどれ殺されるのかどうかがよく分からないんで、ね、そうですね、そこが怖いと思います。あ、しかしこのキャラだとあまりそんな試合にはならないのかなっていう感じ。 DJ はワンチャンヘイロンがつかめるかどうか。さあ、つながらない。投げて投げ返す、ゼロフレ。さあ、ヘイロンはどこまで体力を支払っていいのかが、ね、いまいちわかりづらい。あっと、見えている。おっと、おまだ生きている。わった。おー、削り殺しも分かっている。体力管理が素晴らしい。今のは分かってたっぽい動きですね、完全に。逆に負けたゆずるさんは超驚いてました。まだ生きてるはずなのに。おお、集団が潰されましたね。なかなか触れない。さあ、そして知らない間に終わってしまう。さあ、続いてアベビンさんとアオツンさん。アベビンさんワンピースで、赤軍で落として恐竜暴れ。フライオンチョから、さあ、お互い荒らして、体力がどうなってるのか分かっているのか、この辺から。冷静ですね、今の社会から、うん。さあ、真空をどのあたりで使って削るか。おお、怪しい。ああ、どうだ。おお、まあ、今のは食らってますからね。なぜ竜巻を出したんだって話ですよ。さあ、まともにやる気はなさそうですね、これは。アウトは、さあ、結構飛んでますか。これはありなのか。さあ、画面端、落とした。おお、最悪し勝ったのアベリン。さあ、それでは決勝なので、ゆずるさんとアベリンさんですね、みんな試合が終わるとメインモニターの画面で体力を確認しますね。そうですね。今日は、プレイヤーにはゲージが見えないというルールでやっております、ネットで見てる人はなんか変な動きしてるなと思ったらそれが原因だと思ってください。プレイヤーに与えられる情報は音楽が変わった音と得点と当てた技、それで自分の状況を推理するしかありません。1ラウンド目は曲が変わらないのでピンチかどうかもわからない。よくわかりません、ね、さあ、うわー、当たってる。
ということでドットの攻防になると見てる方が逆に緊張するという素敵なルール。さあこれはしっかり。プレイヤーはねそろそろ真相とかそろそろたままあスパコンゲージはねよく見てるとねピカピカしてるからなんとなくわかるんですが、はみ出してますからね相当体力の方はわかんないんでね。さあアベピンホンダが、アベピンホンダ音は変わっているぞこのヤスラガードしていいのか。うわー惜しかった。勝ったのは勝ったら譲り DJ はい、それでは、ルーザーズですかね。これでいいのかな。ルーザーズの俺とニーヤーですね。ニーヤーと KKY さん。アベミさんもお疲れ様でした。これね、もう分からないんで運じゃないかなと思って結構僕運がいいからまあまあいけたんじゃないかな。ギャラリーは結局体力ゲージが見えてるのでハラハラしながら見てましたそのエアスラガードして大丈夫っていうそれぐらいな体力だから、はい、スレスレでしたね。おこれはおっと、さあ、やってもうた。きっちり飛び込んでいった。あ、なんかコメントが、僕試合中どれぐらい判断中とかって、全く分かんないですね。でもドキドキして楽しかったですよ。おお、ちゃんと鬼無双してた。いや自分のゲージ見てなかったんじゃない。あのやられた時に、あのあれいきなり終わったって思うんですよね。いや面白い。あ、次は、はい、上から順でいいんですか。そうですね、上からの歌舞伎さん、歌舞伎くんとくさん、はい、あ、歌舞伎くん VS 草さんですね。うまい具合にこうルーザーズ組まれてる感じですね、はい、あ、これ勝った方を、はい、数字を入れてエンターを押すんじゃないですか。あ、はい、はい、ニア、2番を押してウィン。あ、はい、来ましたね。この因縁の対決もこれゲージがかなり左右、そうですね、バイソンもチュンリーもどっちもスパコンがやっぱり削りで最後機能するキャラなので、はい、ゲージが見えないととどめを刺しに行くときに通常の体力も、はい、結構重要ですよね。そうですね、うまい、でかいの打っていった。あ、これ僕なら両方分かんなくなってますね、これね。もう今どっちが勝ってるのかって答えは出しませんけど、はい、これは分かんないやつだな、はい、使っていった、まあ、チュンリー当然あるよな。戦列を削りで使うのか、投げにいった。やられた時にみんな分かんねえって言いますね。ゲージバリアがあれどれぐらい減るんですかね。ゲージが見えないので、バイソンもこうガードしてるだけだとあんまたまんないんですよね、はい、おっと、おっ、さあ、おお、また歩き投げ。あそこは見えてるのか。草くん取りましたね、草さん勝利で、はい、いろはさん、あぜくんですか。7番ウィンと
次は、いろはさん VS あぜさんです。あれ、次はいろはさん VS あぜさんです。いろはさんの S ガエルが 1P、 あ、これ SX だけどガエルじゃないですか今日。これ数えないといけないやつですね。 S ガイル VS X ガイル、はい、投げられたり、はい、なんか飛び込みくるんの2段とか入らない限り、はい、これ相手で分かりますよね、はい、これ今日一番体力管理が必要な戦いですね、はい、お互いゲージは見えていません、はい、これは分からないよ。スパコンも基本的には使えないし、そうですね、あの大ゲートとかバシッと入ると結構減るとは思うんですけど、おっと、おおおとどめを刺していく。今のガエル対ガエルでタイムアップを見てみたいぐらいなんですけど、そうですね、2人ともその戦い方じゃない気がするんであんまり見れないとは思うんですけど、まあこれアゼ君は取ってるよね、そこまでは分かるんですね、うん、おー、アゼさんが落としていく、おー、投げを通す、は S ガイルね、あ、今どっちが勝ってんだ、お、今の前、お、さあ時間がない、あ、さあどっちが勝つ、タイムアップ、おこれはブラシで勝ってますね、クシで持った方が勝ちですからね。いやー、ガイル戦は面白いですね。面白いかもしれない。今回の特殊ルールが一番輝く試合だと思います。いや、さっき誰かが言ってましたけど、はい、ブラウンかブラウンかホンダホンダとかはないですよね、はい、あ、そうですよ、分かんないですよね。決着がついてしまいました。勝ったのはアゼガイル。12番、次は、鈴鹿ダルシムタケチキャミー、中村さんが 2P、 あ、僕ありがとうございます。さあ今見に来た方もいるかもしれないので説明しますが、本日プレイヤーの画面には体力ゲージ、スパコンゲージにはテープが貼られていて、みんなゲージが見ることができません。僕来てびっくりしましたよ、はい、あのパチスロヤ状態ですごいや逆にあのスロット、まあ、やらない方は分かんないですけど、あのジャグラーとかパチスロで光った後とか、はいはい、揃えないといけない機種あるじゃないですか、はい、はいはいはい、目押してコイン無駄にしてる時あるんじゃないですかねそれをスト2のゲームの中で、これはどうなんでしょうね。おお、おお、鋭い、鈴鹿さんもタケチさんもどちらもやりに行くタイプだと思うので、はい、タイムアップにはならなさそうな、スパコンというよりウルガンですね。そうですね、何度もフーリガンが通る。ゲージが見えなくても関係ないと、すごいですね。ダルシムでも分かりにくいですよね。そうですね、チクチク系は、やっぱどれだけ減ってるのか分かりづらいですね。さあ曲が変わったということは、おーとか泣かないんですよねこれそうですね
いきなり試合が終わるって終わっちゃいましたね。ああ鈴鹿さんがスパコン忘れていたと。スパコンもゲージ隠れてますからね。捨てた捨てたスパコンは捨てたと。次は青ツン VS 阿部ピン。あ、違うか。阿部さん、ん、あ、阿部さん VS ヒデ。あ、一番上かカニバルさんですよ。あ、ニーヤーカニバル、私ですね。じゃあ僕は 2P 側で、まあ、さっき僕とねカニバルさんやったんで、なんとなくそのイメージを大事にしていってください。さあ 1P ニーヤさん、 2P カニバルブランカさんです。ちょっと ダブル入り身がややこしいですかね、はい、なかなか、はい、ルーザーズのトーナメント表が難解ですからね。これこれは熱いですね。ピヨンない、ピヨンないよ。そう、これ1回戦負けの人は一番最初で、はい、2回戦負けはその1回戦負け同士と勝った方と当たるようになってるんで、あ、だからこういうすげえ上の方とかになるんですよ。そう、だからそう、今決勝で負けたアベビンさんはいきなり決勝っていう風に、まあこういうやつなんで。お、あ、ピヨった？ピヨってしまって、繋がんない、え、繋がんないのあれ。おっと、いや厳しい、好きにやられてしまった。2番、次は草さん対瀬尾さんかな。さあ、チュンリーチュンリー、おー、あふれ、あれ、2エンター。草さん対瀬尾さんです。どっち、これ草さん 1P 右側。え、ニカさんじゃないの、これ瀬尾さんです。え、これ瀬尾さんです。さあ、チュンリーチュンリー、これはどうなんでしょうね。戦列がここで打っちゃおうみたいな、あ、なかったみたいな。いやー、どうなんすかね、その何をなんつうかな、この技でどんだけ溜まるっていうのを把握できてるかどうかみたいな。まあでも溜まった瞬間見てればわかるんで、はい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 、それができてるかどうかですよね。溜まってすぐ打ち切るか、はい。おー、さあ、見てから見てから、おじさんの瀬尾さんが、うわー、すげえ、悪いな、あの垂直台。あれ、チュンリーにも勝っちゃうのはやばいですね。マイク音割れてるって書いてますね。あ、俺かな、網が取れかかってるんでちょっと押さえちゃいましたけど、はい、投げる投げる、なんか準備の投げは投げた後に減りますよね、ゲージがお、なんか避ける、多分本当はテンションです、あれ本当はテンション、はい、運がいい。ゲージたまんのソニックは6回か7回でいいっていう以外は分かんないですよね。6回だっけな、忘れちゃった。さあ、いい感じになると、さあくぐる、すげえ歩いてくぐった、すごい。なんで体力分かんないのにこういうなんか分かったような動きできるんですかね。どうなんすかね。さあ、刺しに行く、抜ける抜けるねー。今ね、今ゼロ点ですよ。気候何だったんだろう。ゼロ、かっこよすぎる。14、次はアゼ対ヒデだね。
いや多分瀬尾さん目が良すぎるんで引きつけて弱でも引っかかんないタイミングだったと思いますけど今のは。まあ相打ちでも瀬尾さん勝ってたやつですよね多分ね。相打ち、いや相打ち OK はさすがに狙うかな。さあ最近ひどいと噂のレヒさん、レヒさん、レヒさん、お、さあいいところがない、レヒいいところがない、いいよ、見えなくてもあるし、見えてもあるし、もう中足を信頼しきっていると、信頼の、そうですね、おーっと、次は。さあ飛んでいく、なんかこう早打ちなんで楽しいかも。さあ溜まっても飛んでいく、これがいいですね、そういうことですね。さあ溜まってたけどガード、さあやっちゃったよ、さあ死んだか、お避ける、うまい、さあなぜか、なぜか今何出したの、中キック出したのかな、これでアゼが勝って、次は鈴鹿さん対ペコさん、鈴鹿さんワンピー右側、ペコさんは、まあ、S バイソンなんで、いやー絶対ダルシムで S バイソンやりたくないと思うんだよな、ダルシムで S バイソン、まあでもこれはターンパンチを警戒したら負けなので、ダルシムも結構攻めないとというか、そうですね、あのむしろ本当に全ボタンを押さえてるなと踏んだら突っ込んでいいですよね、逆に投げに行っちゃえと、投げというかガードしかないんで突っ込んじゃえばいいんですよね。まあこれでたまりますけど、ファイナル順調に、そう4とか出すけど、4は多分上パンチで出してるのかな。いやいや寄った方がいい、絶対寄った方がいい、これお掴む、終わったか、さあ鈴鹿さんは上のモニターでゲージを見ようとしている、話は試合前覗き込みますよね。え、上を、上は相手の、あ、そうなんですか、あ、そうですね、誰だろう、目は深い、あの人の覗き込みは深いですね、ゆうべがさんより深いですね。さあ、4ヒットしちゃった、4ヒットはしちゃいますよね。で、鈴鹿さんでしょ、次は終わ1回戦終わりだから、上ニーヤーさん対瀬尾さん、ニカさん、いやこれ瀬尾さん、瀬尾さん、これ瀬尾さん、あ2回転と書いて瀬尾と読みます。いやこれはやっぱりね、そのまま準備有利だし、ゲージ見えないのは嫌だなみたいなとこありますよ。いやー今のは多分着地前に、うんうん、お客観から出す、うわー見えてる、見えてるよ。ただ見ただけですぐらいのやつですね。じゃあ厳しいよ、いやー踏んじゃう、上がっちゃった、地上炸裂、異常ですね、本当にすごいですね、追い詰められてるのにゲージを貯めるんですねこれ。さあヒデなら事故っているのに瀬尾さんは事故らない、さあきつそう、すごいきつそう。さあまだ死なない、あとどれぐらいかい、いやわかんないっす、ショーパンを踏んで全部出す、あーカットされた、全部出す、じゃんけんする気がなかった。次はアゼさん対鈴鹿さん、さあダルガエルになっちゃいましたよ、鈴鹿さん 2P だ、こっちです。さあこれ体力を気にしなくていいのはこれぐらいですかね、これいいカードですね、これいいですね、
残念ながらガエルもあまり関係がないです。非常に残念ですが関係ないです。いいカードだな。ソニックは 6回だったかな、7回だったかな、6回ぐらいでたまるんで、ソニック一番たまるんで、たまりやすいけど使いどころがみたいな、ないですね。さあソニック飛ぶ、結構強いですよね、コピックが。あ、ピヨっちゃう。投げる、投げるんだ。おさあ、死にました。何もできず。さあ、やはりこれは、なんて言うんだっけ、はい、秩序モードが終わりすぎているというやつですね。心理とかいろいろありますよね、言葉は。そうですよね。割と始まった瞬間から寄せじゃないかみたいな。さあソニックが出ない、ソニックが出ない、出た、飛んでいく。嬉しいよ。ダイさんならサマーであそこでカットがどっかで入る。そうですよね。だいたいあのガードにもならないっていうのがいいですよね。何もないんですよね。せめてガードになっても良さそうなのにならないんですよね、あれね。いや、ガイドで遊んでるとね、これはね、結構寂しくなりますよね。さあ、使った。うわー。さあ、これで鈴鹿さんが勝って、ニーヤーさん、あ、すごい、やったな。で、14でしょ？ん？あ、14。瀬尾さんと鈴鹿さんかな。グリグラさん、あ、そうだ、グリグラさん、今のは鈴鹿さんが勝って、1P が瀬尾さん、 2P がグリグラさん。この反応でいく感じのだとフェイロンはやっぱやりづらいんですかね、はい、ありそうですね、それは。どうなんですかね、もうこれフェイロンこう全部入ったら終わりみたいなの。気よったらもう打ち切りじゃないですよ、ペイロン。最初にピオガしたらもう6割ぐらい減ってて。そうですね。さあしかしものすごく固くいって、はい、いやー1ヒットさせる、うまいな。さあ反応が良すぎる。さあゲージがまたどうなる。さあこれはいやースパコンだった。投げ、なんかスピバにでっかい連打ありますよね、あれ本当ダメなんですよね、なんかバードキックはダメ、なんかいろんな着地にでっかい入っちゃうんですよね、いやー出ない、もったいない。さあさあパナス、パナシが強すぎる。そしていいスカル、スカル、投げる。あーこれは支援か、投げて、投げ、さあやっぱこれ待ってる側もやりづらいんですかね。やりづらそうですね。さあ支援が出ない、支援が出る。さあこれは大きい、グリクラさん、グリグラさん安定して鈴鹿さん対青ツンさん、鈴鹿さんは 1P、 はい、青ツンさんは今日は龍です。これはでも両方ともゲージいる勝負ですかね。そうです、龍のがいるかな。そうですよね、龍はゲージないと厳しいですよね。さあ飛んでいく。青津さんワンピーが好きな人なんですかね。あーすげーワンピーに、はい。
さあ巻き込まれてシュワシュワイヤー声をかけてもう一回さあ待ってるぞこれは緩急というかこうヒット&あーっとバカになって真空削るさあこっからどうなるいやー引っかかっちまうブレンバルやおーっとこれはちょっと垂直じゃなかったらあれかなあでもあれをマイジャンプ竜巻で逃げてるのはクラッシュさんくらいしか見たことないですねさあ裏回りピヨンない次でピヨっちゃうよさあパーフェクトパーフェクトです本日2度目のパーフェクト鈴鹿さんでしょ13でグリグラさん対鈴鹿さんそうですねあもうかなりはいでこれで勝った方で決勝がアベビンさんです、はい、ルーザーズ決勝がアベビンさん僕は両方まあやりやすそうな感じはするんですけどそうです、ね、体力どれぐらい減らされてるのかがわからないっていうそうですよねホンダは自分の体力重要ですもんね、戦い方ねやっぱ変えてきちゃいますよそうですよね丁寧に行くしか、はい、さあ伸びるが、うん、演劇集で巻き込まれるこの対戦やっぱりダルシモも投げ返さないといけない部分多いですよねそれまあ投げ返ししかないですよね密着しちゃうとバクチになるっていうかさあ死んでたあーガードできなかったまあまさかぴったりゼロゾットとは思わないですよねさあまたピヨッチャちょっと鈴鹿さんいいんじゃないのこれ踏んで一発で決まっちゃうからねこれさあ引っかかっちゃう投げ引っかかって3ヒット引っかかったさあこれで、鈴鹿さんと、はい、鈴鹿さん連戦鈴鹿さん対阿部ピンさん僕 2P ですかね、はいさあルーザーズ決勝でございますわあ鈴鹿さんきついっすそうっすよねホンダもきついんだけど、はい、ホンダとこのルールで2勝しなきゃいけないのはきついと思うんですけどなんかだんだんもうみんな体力ないことに関して諦めてきてる感がありますよねもうとりあえず終わるまで普通に動いてみるしかないみたいな死んだらしょうがねえみたいなそうなりますよねあーっとこれは大足大足だった手切りで良かったんですが実はあそっかゼロドットで大足そんなことは分かるわけがないそうかいや怖いですねこの大会お兄はでもまあ食らってたシティックだからまあ使う死にそうだと思ったら使うは全然あるんですさあ行ってる間に鈴鹿さんの命があ、中盤だった、まあしょうがないですねこれさあこれでルーザーズ抜けがビビンさんですでウィナーズがユーズルさんなのでこれでアベビンさん2回ユーズルさんに勝たなきゃいけないというこれ2ライフでいいですかね2ライフですよね一応じゃあ俺 1P かなさあルール的にはかなりユーズル有利な状況今こんな有利な状況ないですね確かにまあそのプレッシャーだけですねユーズルが戦わなきゃいけないの確かに多分アベビンさんの攻撃が連続ヒットすると体力なんか全然分かんなくなるので分かんなくなるけどまあ別に削り安定行動がやっぱあるんで DJ 側はおおうますぎるさあしかしあっという間にうにゃ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 どうなってんのか100回逃げらんないさあこれでどうなってんのかよく分からない
さあどうなってるかよくわからない。さあアミミさん、鬼武装は使う気がなさそうだ。確かに、あれガードしちゃった。ゼロドットでした。普通にゼロドットでした。ガードしてましたね今。竹地キャミンもあれで死にましたからね。飛び逃るのはちょっと有利って言ってるね。有利ですよ、やっぱり有利だと思うんですよ、間違いなく。勝ったユズが超驚いてましたからね。えみたいな。おお、あれで潰れてしまう。さあなかなか崩せない。体力状況もよくわからない状況。おーっと、オカマ蹴り。さあどうだっつーな、これ。おーどうなる、どうなる。あーあーあーあっ、バナしたぞ。おい、かなり遠かったんですが、全弾ヒットしてしまい、優勝は譲る。優勝さんです、おめでとうございます。無敗でしたね。このルールどうすか。僕結局やったねんだから。やってる方はかなりいろいろドキドキ感あるんですけど、はい、見てる方微妙な感じ。わかんないですよね。気はしますね。そう、ここをなんかうまくマスキングできれば。逆にあのあれですね、動画見てる人は体力を隠しながら見てもらうっていうこと。確かに。それが良かったかもしれないですね。結構面白さがあるかなみたいな。か、あの動画、もし動画を上げる人がいたら、あの再考してくれると。全く人任せな話ですけど。うちの装備でもやろうと思えば多分できそうなんですけど、ちょっと僕はできないですね。まあそんな感じです。今日は、まあ、むちゃくちゃなルールですけども、なかなか面白かったんじゃないでしょうか、はい、これ、あの KKI さんが体力も隠したらどうだと言ってくれたので、まあ、そうですね、はい、これだけだとね、そこまで脅威ではないですね。脅威じゃないキャラが多いので、はい、体力、次はタイムも隠しましょうって話が。タイム熱いっすね。タイムはやばいっすよ、ね、音もなし。音でわかるか。あ、確かに、確かにね。むしろあれじゃないの、画面の右側しか見えないとか。やばくね。左の方でごちゃごちゃっとして、やっやっとか言って死ぬんですね。相当大変なことになると思うんだけど。あ、昔あの噂になっていたラジオゲームってやつですね。テレビゲームの下。さあ、このまま体力とゲージを隠したままロジアリーに行きますね。配信台は体力隠したままです。今日はこのまま行きますね。はい、剥がしておりません。お疲れ様です。ということで、そのままお楽しみくださいということで、今日はこの辺で、まあ、あのコメントは随時見ますんで、あの誰かが答えてくれるかもしれません。まあ、基本的にはあとは、ご覧くださいという感じですね。どうもありがとうございました。
はい、
よくわからんけど。お、まだ見てくれてる人がいるな。コメントが増えてる。友田さんも見てくれてたんですね。
じゃあ配信はちょっと早めなんですけども、今日はここまでさせていただきます。皆様ご視聴ありがとうございました。次は来週も日曜日ですね、11月の頭なので。来週も日曜日なのでよろしくお願いします。それでは失礼します。最後 KKY さんのアップで終わりますので。